かあった今見た？ほら、ねえ何あれ敵？え、キモ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでなんかこのすごいキノピオ隊長味あふれるステージに行きます。ワールドさんの5、土管の入り江。レッツゴー。なんだそれは。あ、まあでもあれか、外側から見たけんあんな感じに見えただけで。なんかすごいネオンやけどかわいい。中に入ったらちゃんとこういう感じなんですね。開放感あふれる。びっくりした、もう水中かと思った。あ、お、ちょ、撮りたい撮りたい。今なんもないんすよね。あれ、よいしょ。葉っぱ葉っぱ。タヌキマリオや、タヌキマリオ。イエーイ。水中エリアもすごく苦手なんすよね、私。よいしょ。とりあえず尻尾で投げ払っといて、ここなんか絶対ある。よし。出てくるだけかーい。待って。待って待って。あ、じゃあこの下は？この下絶対なんかあるやろ。よし。出てくるだけかーい。待って。なんなんそれ。めっちゃ期待裏切ってくるやん。勝手に期待しただけやけど。くそー。あ、怖い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 。おし。もしかしてあれ地上もあったんかな。おー、すごい。なんか、沈没船や、沈没船。あ、待って、こっち。イェーイ、時間プラス20秒。見えないよ。あ、ここで中間ね。あ、そしてまた、またしても、水中へ。よし。ほら、今回さ、全然一個もスターが取れてないんですよね。あ、これやね。あの、謎に水中でも燃えているファイヤー。いつもこれ疑問なんよね。そこなんかあるんじゃない？間違えた。あ、ほら、こんなところまでさ、泳いでこれるんやったら絶対なんかあるやん。あれ？チャリ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 ー。よし、この辺とかに、ないわ。なかったわ。絶対あると思ったんやけどな。いけ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 。やっつけておきたい。無理やった。ちょっととりあえずタイムを。よし。キャー、怖い、潰される。潰される。いやー、一個もないっすね。一個も取らずにゴールするんやないん、これ。ほら。ほら、絶対そうやと思ったよ。なんてこと、どこにあるんかも全くわからんかった。多分水中のところで、多分地上から行ける道もあったんかなと思うんやけど、どうなんやろ。コースクリアー。ゆっくりゆっくりゴールしただけやった。お、あ、あっち側に行けるね、次。おお、またスロット出てきたよ。とりあえずこっち。ん？何？普通にステージや。今クリアしたのが3の5か。じゃああれ出てたの6なんかな？なんかカラフル。もう6やね。ワールド3の6、ダッシュレーシング。え、またあれやない？スピード、あれ違うね。あー、待って！戻らないで、私。ウェイ。スピード感のある場所ではあるけど、別に、ちょっと待って。別に、あれやねん。な、急げ急げみたいな感じの、ところではない。よかった。ぴゅー。あー、いい。めっちゃ敵避けたけど、いい。そして、中間。なんかね、全部スピード感ある感じでいけたらいいんやけど、まあその辺はちょっと私、下手くそやけんね。しょうがない。あー、落ちー！なかった！落ちたー！あー！
ちょいギリギリで。よし。おっと、なにそういう感じ。スタンプ、イエーイ。はい、滑り降りてく。え、待って待って。なんかポーズした。あれ、さっきの上のところ、いかんかったね。いけんかったね。私のやり方じゃいかんかったんや。ヒューと。はい、一番上。よし。スタンプはゲットしたけど、ここもスター一個もなかった。くそ、見落とし。スターが全然稼げない。あれやん、スターが必要なところに入れなくなってくるよ、そろそろ。お、ウサギや。いつも逃げ回ってくれるウサギ。頑張って捕まえよるけど。へい、戻りまーす。さあ、そして、次ここやんね。やけど、私は先に、スロットに行きます。さあ。あ、ワンナップさせてください。ワンナップだけじゃなくてもいいよ。お。ってことはワンナップやね。100だけってことはワンナップですね。まあ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 、なんもないよりはね。全然全然。おし、じゃあ先進んでいこう。ワールド3の7。ここの色見すぎ。好き。あっちこっち、トロッコの谷。迷子になる感じじゃない？大丈夫？これ何？グラグラなるんやない？あ、そういうやつ。なるほどね。なんかあった今。見た？ほら。ねえ、何あれ？敵？え、キモ。絶対感電するやつやん、それ。普通に敵やったね。超普通に敵やったわ。そう、なんかアイテムかと思ったのに。来ないでください。あ、ファイヤー。ちょ、欲しい。欲しい。よし。オッケーオッケー。あー、やめて来ないで。この上とかになんかないんかな。ちょ、くんなって。ほら、この上とか。何にもなかったー。まったく何にもなかったー。もうなんかスイッチ。あったけど、なんなん、あ、なるほど。道が変わったんやね。なるほど、なるほど。ここ絶対なんかある。ほら。ほら、ほら。で、なんかさ、めっちゃさ、あれじゃない？あの、妖怪ウォッチのジミーみたいな。色味だけやけど。よし。え、これは何？どうやって、え、どこにどうやって行けばいい感じ？え、これ水に落ちたらダメなんよね。え、ダメなんやろ？多分。わからんけど。とりあえずあの敵やっつけてみる？やっつけれんのかな？あ、なんかやっつけれんっぽいね。え、なに？どうすればいいの？あれ。こっち。あ、スター。え、スターがあるけど、これで何？あ、行けばいいってこと？なにこれ、どうすればいい？え、怖い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 。あ、そっか、スイッチするんだ、これで。あ、待って、怖い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 。無理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 。怖すぎる怖すぎる怖すぎる。無理無理無理、怖い怖い怖い。そして、虫嫌いな私には、このなんか、すげえ、毛虫みたいな感じも無理なんやけど。よし。よかったー。ここでゲームオーバーになるかと思ったー。よし、とりあえず土管発見してよ。お、これ落ちるやつやん。そのまま折ればいいかな。お、なんかすごく気持ちがいい。あー、全部取りたかったけど、ちょっとそこは無理やったな。でも、スター取れたけん、よきー。久々なスターな気がするよ。あ、で、たどり着く先がここなんやね。やっと中間。やっと？マジかよ。あー、待って、移動するの君ら。聞いてない。そんなの聞いてないから。めっちゃ動くやん、やめてや。
よし。その場系かと思った。その場におるだけかと思ったよ。よし。さあ、これで。よいしょ。おっと、おっと、おっと。あ、はい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 。あ、これはダメなのでは。いやー、ギリギリダメだった。いけるかと思ったのに、ちょっと。これは一体どこに行けばいいの？こっちか？あれ？あっちなのか？待って待って待って。え、これ？違うね。やっぱ一番向こうのやつなんかな。なんだ？どこに向かうの？これ。あ、その、え、なに？この中？あ、びっくりした。何が起こったんか全くわからんかった。また来た、また来た、また来た、やめて。やめてください。あ、で、次、あっちのやつスイッチしたらいいんかな。いやー待って待って待って。落ちた、落ちた、落ちた。怖い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 。めっちゃ焦ったよ、今。あっ！あ、スター。待って、これ落ちるやん。あ、スタンプ。待って、どうせ落ちるんならスタンプも拾いたかったよ、私。ひえ、無理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 。え、待って、これは、あ、そっか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 、こっちか。こっちで落ちるんやね。こっち行って、ここ行けばいいんかな。とっと待って、そこにさ、もう取れないと、取れないぞ。よっ。あー、見えてたのにスタンプが取れなかった。多分もう一個左側になんかトロッコがあってけん、それに乗ったらあそこにたどり着けたんかなって気はする。いやー、ギジギジが気持ち悪かった。顔は可愛いんかもしれんけどね。あ、結構スター集まっとるやん。よきよき。おし。お、これあれやね。あ、このキノピオハウスの中に入っていく感じや。行こう。さあ、今回は何がもらえるか。いっぱいもらえる方がいい。ちょっとね、少ないのばっかりやけんね。どうやろう。こっち。お、やった、いっぱい、大量大量。イエーイ。ちょ、早く降ってきて。イエーイ、やったね。クッパに備えて。あ、でもまたクッパじゃないんかな、もしかしたら。最初と最後だけクッパみたいな感じ？最後はどこなんかわからんけど。空中の星めっちゃ可愛い。ね、超可愛い。さあ、ってことで、ここがラストやんね。次は、あの、青い子を助けていこう。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださって、ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつも、たくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、なんか若干ね、サザエさんみたいな頭やなって思いよってんやけど。助けていこう。